秋葉神社は、愛知県刈谷市銀座二丁目百にある神社。松修寺の境内にある。祭礼として万島祭りを開催している。万、明かり祭り鳥居と境内この地は、刈谷城の北東に位置する。法暦4年5月17日には、末町の太郎寺など、刈谷城下の六町の有志の発起により、松修寺境内に、 秋葉堂を混流する提案がなされた。他の若者もこれに加わり、毎月6度ずつ、念仏校に回って、寄進を受けた。法暦6年6月18日には、東東海国の秋、葉山本宮秋葉神社から、秋葉三尺望大権年を、勘を受け、秋葉宮とも呼んでいる。拝殿前の石段の下には、法暦6年の名がある、石道楼が一体ある。 法暦9年には拝殿を混流する発議がなされ、法暦12年に拝殿が完成した。当初の秋葉堂では上り、包みと神楽を奉納する祭礼が行われていたが、安永7年6月からは万道が登場するようになり、これが今日の万道祭りの起源である。天明元年以後には万道が街中に繰り出すようになった。明治時代の神仏分離の過程で、秋葉社は、 松修寺から独立して秋葉神社となり、新たに家具土の神を祀った。秋葉神社は、刈谷市の司町に鎮座する市原稲荷神社による七社の兼務者の一つである。一九五十九年九月の伊勢湾台風によって秋葉神社の社殿は倒壊したが、一九八十三年に再建された。一九五十八年三月二十五日には万道祭りが。 カ谷市氏の無形民族文化財に指定され、2000年には万道祭りが愛知県の無形民族文化財に指定された。社格は旧無格者である。ありがとうございます。